久保さん、今回、売るのを売り,売りにしましょうか。セールスやってまして。また、お決まりの <laughs>。セールス一応終わりましたね。まあ、あの、いっぱいいろんなものを売ってきたんですけど、3、4も売りましたからね <laughs>。でも、売らないと手に入んないですよ。まあ、この億万長者合宿でもねあの、お金稼ぐ方法簡単だよと、商品持ちましょう。売りましょうっていうことを。 久保さんも言ってると思いますし、僕もまあ言ってると思うんですけどまあ僕は産業をまあそのお金以外の部分ですね久保さんも言ってくれてましたけどもその売ったことによってやっぱ精神的なあれも解放されましたよね。やっぱその、まあ、売る売った理由っていうのはいっぱいあるんだけどもやっぱね精神的にね まあ,これまあまあ34四保有してる人が全国にまあ少ないと思うんであれなんですけどなんか夜中ねあやばいまだ俺の車パクられてねえかなっつって夜中ねパッと起きてね車を見に行ってねあああったよかったみたいなねだ価格その市場価値が非常に上がってね嬉しかったんですけどそれと同時に不安もめちゃめちゃ出てきたんですよねだってパクられたら無ですからね何も残んないんでうんで実際に僕はまあ過去にね あの、コンコンコンって、ミシュラあの、駐車場ですよ。駐車場で車乗って、こう出ようとった時に、コンコンコンみたいな、ここ3回ぐらいあるんですけど、すいません、みたいな、かっこいいですね、みたいな、売らしてください、みたいな。ミ <laughs> シらランの変なおっさんにね声、声かけられるとかね、あの、あるんで、うん。まあ、嬉しい反面、そなんかね、ニュースでやってたんですけど、東京でその、1500万のレクサスかな、パクられたみたいなね。<laughs> そう、パクられた。多分ね、 レクサス1500とかで、レクサス、レクサス。しかもね、その駐車場に門もあって、その門も破壊して、多分ね、これなんか、盗まれる。多分ね、なんかニュースやってたんですよ。盗まれた映像があるんですよ。あった。そのこれ、2日前かな。独自1500万の高級車、持ち去る。 新手口2020年3月14日ホワイトデーですねそうその1500万のレクサスがパクられる映像が YouTube にアップまあこれ ANN かこう糸も簡単にね <laughs> パクられてましたね <laughs> そうそうその本当に実際にパクられる持ってかれる映像があのその監視カメラであるんですけど で、このオーナーさんは、なんかその過去にもなんかあったらしくて、その門をつけたらしいんですよ。で、それは昔は未遂に終わったんだけど、や,や,やばいよねってことで、このガレージにこの門もつけたんですけど、それ門も手動でこう開けられてね、<laughs> ウィーンって持ってかれるみたいな。<laughs> いや、これ持ってかれたら、元も子もないですからね。うーん。だから僕はそ、その、あ、昔その RX8 もね、なんか、 セブンだったかなパクられる映像ねなんか名古屋でねあ,ありましたけどこのほんとね窃盗すげえ今多いんでねうんそう,うんまあ売るっていうのはあのー、いいと思いますよだからまあ商品売れなくても例えばいらないもの僕はハードオフにいっぱい売りまくってきてハードオフで30万ぐらい作ったと思うんですよ 現金で、うんまあ、メルカリで売るとかヤフオクで売るっていう方法もありますけど、もうめんどくさいので、もちろんハードオフで売った場合は、メルカリとかヤフオクで売るよりかは、多分価格はね、もちろん下がりますけど、ただまあ、ね、買取カウンターに持っていくだけですから、うんだから余計なものは売っちゃった方がいいんじゃないですか、うん。ハードオフ持ってって。だからコロナの時、僕相当やりましたよ。コロナの時に、あの、 もう整理しようと思ってね。いい機会だと思ってね。身の回りの全部売りまくりましたね。本当に。本当に全部売りましたね。コロナの時は。まあ商品も売ってましたけど、身の回りの生徒も全部売り払ってきましたけど。まあ、すげえ楽、あの、すっきりしますよね。だやっぱその、自分で持てる、例えばその、リスクとかも、 リスクとかお金も自分で持てる範囲って多分ね、自分の器というかね、限界があるんですよ。よくね、リスクとリターンの関係があると思うんですけど、リスクも自分が取れるリスクの範囲で取っていかないと、その過剰なリスクを取ると、結局そのダメージがでかいのでそのそ、そのリスクに耐えられなかった時のね。うーん。だからまあ自分の許容範囲で、 まあ、リスクも取っっっててていいいくく許容範囲でやっていくっていう,うん大事かなと思いますね、うん、ただねなんか人生を大きくバーンって変える場合は大きい勝負も必要な時はありますけどね久保さんもその塾入るネットビジネスの塾入る時許容範囲のリスクだったのかっていうとまあ許,、まあ、許容範囲だったか、まあ、カード枠まだありましたからねカード枠一応2枚か2枚のカードで入ったか 2枚のカードの枠はあったから共容範囲ですかね <laughs>。どうなんだ、うん、もちろんもし、もしカード枠なかったら入れなかったかもしれないですよね。うん、限度枠ですね <laughs>、うん。でもその、なんだろうな。まあ、たまには勝負は必要かもしれないですけど、でも、リスクはやっぱ大きいので、それを取るとね。 まあ FX とかもそうだと思いますけど、レバレッジかければかけるほど、まあ得られるリターンは大きいけど、まあ一瞬で消えるわけじゃないですか。ちょっと値、ね、動きしただけでバーンって消えるんで。うんあ。自分の許容範囲であるやや。許容範囲を全開でやるって感じですかね。うん。許容範囲内を全開でやるっていう感じですかね。だからその車も、なんだろう。その その,うんその車の性能の許容範囲っていうのはあるじゃないですかでその限界は出せるけどその限界以上を出してたらぶっ壊れると思うんですよねうんでも限界まで出すことによってその車のポテンシャルを全部体感できるだろうし、うんはいまあ、とりあえず売りましょういろいろと。 お金稼ぎたいなと売らないいななと入ってこないで、すから、うん、であとはあ自分を売り込んだりとか、ね、まあ、売るっていうのはいろいろありますよ。じゃあ商品を売るためには、まず何をじゃあ売らないといけないのかと。自分を売り込んでいく。自分を売るってことはどういうことかっていうと、信用を稼ぐってことですね。で、信用を稼ぐってことは、信用を稼いだってことは、商品も売りやすくなるってことですね。信用がない人にいくらセールスしても、なかなか売りづらいですからね。うん な結局なんか全部売ってんじゃないかなと思うんですよねビジネスもビジネスさんが全部そうですけどね商品売ってるけれども会社の信用を売ってる部分もあるし自分を売ってる部分もあるしうんはい売らなければ人生は買い取られる言ってらっしゃい